シェベリ川流域シェベリ川はアフリカ大陸東部エチオピアのハイランド地方からソマリア南部のモガディシュ付近を流れる国際河川である。モガディシュ近郊で流れが南東から南西に急変している。ただし海にまで流れ出るのは雨季に限り、それ以外の季節にはジュバ川の川口近くで干上がって暖流する。激しい雨季にのみジュバ川と合流して インド洋に注ぐ。シェベリはソマリ語でトラヤ標を意味する。エチオピア統計1967-1968年版によるとシェベリ側は延長線1 3 0トルでそのうち1 0 0 0トルはエチオピアにある。ソマリアにはシェベリ側から取られた行政区画であるシャベーラハーデクセシェベーラハホーセがある。過去にはシェベリ側流域では 節縁が媒介する病気が蔓延していたものの、現在では、シェベリ渓谷の一部を除いて、ほぼ見られなくなっている。シェベリ川支流のいくつかは雨季にのみ流れる川である。下流より記載シェベリ川の源泉は、オロモンやシダマンの崇拝対象だった。そこは、白神の木に囲まれており、1951年の時点では、ある市に住むムスリムによって保護されていた。 1989年、ソビエト連邦の技術者が、シェベリ川上流で、エチオピアのバレ山付近に、メルカワケナダムを建設した。エチオピア最大の水力発電所も備えられており、153メガワットが作られた。近年は、時々発生する洪水で話題となることが多い。シェベリ川は1960年代以前には1年おきに、洪水を起こしていたと言われている。 1960年代には大きな洪水が2回あった。1965年の洪水、ハイディグセイリーと1966年のスグジュードで、ある。1970年代には大きな洪水、カバがあった。1996年の洪水は、エチオピアの3つの県が荒廃した。1999年10月23日、 シェベリ川は夜中に突然氾濫し、ケラホ県では117の町のうちの14、ムスタヒル県では46の町のうち29で住宅と農産物が破壊され尽くされた。地方政府の情報によると34人の人と750頭の家畜が死に7万人が援助を必要とするまでの被害にあった。2003年のドードルでは家畜100頭と119人が流され、 2005年4月には2000頭のラクダと4000頭の小豚が流された。2005年4月末、豪雨によってエチオピアのソマリ州とソマリアで堤防が決壊した。5月には100人が死亡し、10万人以上がその影響を受けた。ケニアのソマリ難民2万5000人も被害を受けた。ありがとうございます。